みなさんこんにちは、はらぺこのほこです。今日はですね、ホテルに来てます。で、1週間東京に今滞在している途中なんですけど、以前ねご質問いただいてたんですよ。こんな感じで旅行する時だったりとか、お仕事だったり、友達との用事でお外でご飯食べなきゃいけない時にどうやって体の調子整えてますかって、外食の時どうしたらいいですかっていうご質問をいただいてたので、今日は、こんな感じで旅行だったりお仕事だったりで、お家を離れる時だったり、あとは友達とご飯行くとか、仕事でね外でご飯食べなきゃいけないっていう時にどうしてるかっていうのを、リアルにお伝えしてみようかなと思います。やっぱりさ、美味しいもの食べたいじゃない。でこう旅行先とか来たらその土地にあるもの食べたいと思うし、お家ではね、一汁一菜穀物菜食っていうのをねなるべく心がけているんだけれどもね、旅行先でもそれをすると楽しくないので、まず私は旅行先とかこうみんなでご飯食べる時とか仕方がない時っていうのは、何でも食べるようにしてます。食いしん坊だからね、食べたいんだけど。でお家では、お味噌汁とご飯とぬかがついたぶずき米というお米とお野菜のおかずを少しっていう形で体を整えているんやけど、やっぱねそのご飯から外食を続けてしまったりとか、体に合わない外食に出会ってしまった時に対策として持ってるものとかもあるので、ちょっとね伝えてみたいなと思って動画撮ってみました。で、あと、できる限り外食もお味噌汁とお米が食べれるところは選ぶようにしてます。自分に選択権があるというか、私が選んでいいよって言ってもらった時はなるべく和食を選ぶようにしてるのがまず一つで、二つ目は、和食屋さんがないって時はおにぎり屋さんを探すようにしてます。おにぎりの具材の中に添加物が入ってるかもしれないけど、お外のご飯でそこまで気にすると心がキュッと苦しくなっちゃうから、そこは許容範囲っていうことにして、なるべくおにぎり屋さんを探すようにしてます。おにぎり屋さんもないなって時は3つ目、お蕎麦屋さんを探すようにしてます。でお蕎麦屋さんは、二八蕎麦といって、小麦粉が2割、蕎麦粉が8割のもの、もしくは蕎麦粉が 100% の10割蕎麦というお店だけ選んでます。これもねなかなか難しいからあったらいいなっていう感じで探すんだけど、結構母と地方に旅行に行く時とか、都内とかでも結構お店がたくさんあるから検索すると出てくるんだよね。なので選べる時はそんな感じで、和食かおにぎりかなるべく10割そばを選ぶようにしてます。でとはいえそんなねお店を選ぶ余裕がない時とか、その選ぶ選択肢すらない時とか、あとはもう食べざるを得ない時っていうのは、普通にねチェーン店に行ったりとか、コンビニで買ったりとかもします。コンビニで買う時はもしチンするとか、なんかこうテーブルとかで食べれる時はパックのご飯に、缶詰とかレトルトパウチの食品って裏を見ると添加物があまり記載がないものが多いから、そういうのを選んだりとかするかな。私は基本的には栗かバナナとかしか食べないけど、どうしても食べたくなったらお米とカップのお味噌汁と、セブンだと塩サバとかお塩しか使われてなかったり、昨日はファミマで切り干し大根の煮物が添加物があんまり入ってなかったから、そういうものを選んで食べてますいろいろあるんで、その表示されてない添加物とかもあるけど、そこまで気にすると外出先では大変なので、そんな感じで選ぶようにもしてます。ということで、今回この旅中にいくつか、参考動画を撮ってみたので、詳しくはそちらを見てみてください。ということで、まずは私がいつも持ち歩いている食薬についてお話ししてみようと思います。こんな感じで、分けて入れてて、まず牙術は紫ウコンの粉末で、腸内環境を整えることができるから牙
外出先には持って行ってます。ただ私は味が苦手なので、この子はもう緊急、本当に胃腸が疲れててちょっとやばいっていう時に飲むようにしてます。なので出番は少ないです。で、梅干しもやっぱり血液浄化と増血になるから、やっぱね毒消し食として最強なので、こんな感じで持ってってます。今回はだらーん、最初の日にですね会った方からお土産で梅干しをいただいたので、これで結構命救われました。本当エリさんという方なんですけど、ありがとうございます。そんなので梅干し必須です。まあ、苦手な人はね無理に持っていかなくていいと思う。はい、で次、くず湯は体を温める効果だったりとか、まあ熱が出た時、軽い熱ですねは解熱剤になるので、出先でめちゃくちゃ体が冷えた時とか、ちょっと熱が出そうって時の緊急薬として持ち歩いてます。でコップしかないところもあるかなと思って、コンビニでもらったこのスプーン、くず湯を溶いてかき混ぜて、くずですね、くずを溶いてかき混ぜてくず湯にするためにスプーンも一緒につけてます。で次、三年番茶。もうこれは、体をとっても温めてくれて、あとは抗ウイルスとも言われてたりするから、なるべくお部屋ではお水か三年番茶を飲むようにしてます。やっぱね緑茶が多いんだよね、泊まる場所は。で緑茶は体をとても冷やしてしまって陰性なので、私はこの三年番茶を持ち歩いてます。今回はこれだけ長期滞在するのが初めてだったので、やっぱちょっと怖くって梅小番茶も持ってきました。これ私が昔食べた後のジャム瓶に入れて持ってきたんだけど、ちょっと漏れちゃったからジャム瓶はおすすめしないんですが、スティック状になったものが売ってるんですよ。なので、まあ、1日2日ぐらい泊まる時とかだったら持ってかないけど、しばらく滞在する時は梅小番茶もおすすめです。まあ、あとは外食が続いてしまう方とか、お家に帰って、ね、梅小番茶飲めるんだったら飲むといいかなと思います。で次は、まあ、海外で医療用として使われているアロマを私は最近手にすることが増えたので、それも今回ですね旅行先に持ってきました。もうこれがめちゃくちゃ便利なのと、やっぱり食薬だけでは、この長期滞在っていうのは結構体に負担が強くって難しい部分があったので、今回の旅はこのアロマですね、エッセンシャルオイルにすごい助けてもらってます。ということで私が今回持ち歩いてみたエッセンシャルオイルも紹介してみようと思います。はい、次はアロマオイルです。ちょっと逆光で見えにくくてごめんなさいね。まずお部屋が臭い時があって、結構匂いに敏感になってしまったので、ディフューザーは泊まる時は必ず持ち歩いてます。でちょっと風邪ひいちゃったなみたいな時に、ここに風邪対応のオイルを入れてここから吸い込むことで結構次の日回復してたりするので、これは私流の使い方で推薦されてるわけではなく自己責任なんだけど、そういう使い方もしてたりします。で、これはオンガードという、抗ウイルスとして私が使っているブレンドオイルが入ってスプレーになります。まあ、アメリカの、ね、大学では 99% インフルエンザウイルスを消したよみたいな文献があったりするオイルなんだけど、これを例えば、ね、消毒を強制させられるとき、もうどうしても断れないときは、アルコールアレルギーなのでこれでもいいですかって使ったりとか、これ口内炎ができたときに口の中にシュッてしたりとか、喉が痛くなったときに喉にシュッてしたりとか、あと食べ物が変わるとやっぱ体内環境が悪くなって口の中がネバネバになっちゃったりするのね。なので歯ブラシができない時にこれをシュッと一吹きかけたりして口内環境を整えるためにも私は使っています。本当にこれね浄水とそのオイル数滴入れてカーって
振っただけで、私はドテラっていう会社の、ね、海外で医療で使われているアロマを使ってるんだけど、粒子が細かいのでこんな感じで乳化してくれます。なのでこれも、持ち歩いてます。でもう一個、はい、胃腸のケアオイルです。ここにはゼンジェストという、まあ、これもまたドテラ社が胃腸ケアのために一生懸命ブレンドしてくれたオイルが入っているのと、基本的に私が体調を崩すときは砂糖だったりとか添加物だったりとかそういうものなので、添加物の、毒出しを助けてくれる全毒ライン、肝機能のサポートですね、と、コリアンダー重金属とかですね、とレモン重金属とかねを入れて、これを毎日何回もお腹に塗ってます。この子のおかげで今回の東京滞在なんとか生きてる、本当にありがとうって、まあ、これはもう外に持ち歩いてます。この3本をポーチに入れて外に持ち歩いてるって感じかな。あとはこの風って書いてるのも、さっき言ってたオンガードが入ってるのと、天然の抗生物質なんて言われちゃってるオレガノですね、レモンとかティーツリーとか入れた私独自のブレンドで、これもちょっと体調がやばいなって時に足の裏に塗ってます。で、結構排毒現象で鼻づまりが起きるので鼻通りを良くするオイルだったりとか、怪我した時用のブレンドをしたオイルだったりとか、でとディフューザーに入れるやつをもう一個一個持ってくると大変なので、こんな感じで3ミリスポイトに混ぜて持ってきたりとか、あとニキビが多分ひどくなるなと思ってニキビ、を抑えるというかニキビを解消するブレンドのものを作ったり、あとこのフランキンセンスとココナッツオイルを混ぜたものは私の毎日の美容液で使ってるのでこれも持ち歩いてます。人によってはそれぞれのシングルのオイルをこんな感じの容器に入れて持ってきたりするんだけど、私はいかんせん面倒がりなのでこうやって小瓶に入れて持ってきてます。はい、そんな感じです。やっぱりね、食薬だけだと赤術飲みたくないなとか、梅醸ワンちゃん今の気分じゃないなとか、歯ブラシしちゃったみたいなことが私は結構あるから、エセシャルオイルのサポートも借りてダブルパンチでなんとか東京今4日目なんですけど、体調を保ててます。こんな感じですね。あとは、どうしても体に合うご飯が見つからなかった時が今回の滞在でもやっぱあって、そういう時にどうしてるかという動画も撮ってみたので、ぜひ参考になったら嬉しいです。次はですね、外でもし食べたいものがなかった時どうしてるかっていうのを撮ってみようと思います。今日たまたまぽっかりと1日予定が空いちゃってて、ちょっと昨日おとといと外食が続いていて胃腸が疲れていたので、近所のスーパーを巡っていくつか買ってみました。で、普通のスーパーがあんまなくって、今日は成城石井とナチュラルハウス見てきたんだけど、成城石井ではこの五穀ご飯、玄米とかもあるんだけど消化力が落ちてるから、ここにねハトムギって書いてあるんよ。でこのハトムギが動物性タンパク質を分解してくれるのでいいなと思って、白米じゃなくて五穀ご飯にしました。あとはお味噌汁もやっぱ添加物なしってすごい難しくって、これも酵母エキスとあとはわかめに pH 調整剤が入ってたんだけど、まだマシなのでこっち選びました。これも成城石井で売ってたよ。裏はこんな感じです。まあね、完璧にすることって難しかったりお値段めちゃくちゃ高くなっちゃうので、私はある程度目をつむります。あとはナチュラルハウスでこの納豆はね体冷やしちゃうからあんまり食用では勧めてないんだけど、こういう緊急時はですね、ちょっとサバとか食べるのしんどいので、サバの味噌煮とかね塩焼きとかレトルトパウチになってるものを食べるのしんどいので納豆を選びました。あとね、いつも持ち歩いてるのが塩、最悪この塩と米のレトルトパックがあったら生きていけるからおのごろしずくじを持ち歩いてます。あと食薬のところでも紹介した梅干しも持ってるんだけど、たまたま今回出会った人が梅干しのお土産をくれたので、今日は納豆にねこの梅干しを混ぜて、ちょっとは納豆の陰性を消して、食べようと思います。こんな感じで
一応ね一汁一菜とかやろうと思ったらできるから、旅の参考にしてみてください。コンビニしかなくってレンジでチンできない環境の時は、むきぐりで命をつなぎます。あとはもう本当にコンビニもないとか、ホテルに電子レンジがないっていう時は、こんな感じでチェーンの牛丼屋さんとか、こういう場所には米があるので、お米、炊かれたお米ですねを買って、ホテルのお部屋でお味噌汁とかと一緒に食べます。まあ、ご飯だけ買うやつって私ぐらいしかいないと思うんですけど、マジでありがたいです。初中尾だったけどお米美味しかった。ちょっとねひもじい感じはするけど、こんな感じで味噌汁と米で体を整えております。いかがでしたでしょうか。こんな感じで私は外ご飯を楽しんでいます。まあ、とはいえね、まだちょっとね、今も今日も朝からおすすめされた美味しいお蕎麦を食べてきたんだけど、ね、ちょっとね胃と腸がね重たいなって時があるので、もうこのね胃腸ケアのオイルをぐるぐるぐるって塗って今から行こうと思います。あ、そうそう、あのアロマに関してだけは、本当にその医療用として海外で使われているメーカーさん以外は同じ使い方は絶対にしないでください。私が使っているドテラのものだったら、割と何だろうな、手頃な価格で手に入るものもあって、始めやすいかなと思うので、ご興味ある方はあのぜひあのメールだったり DM だったりで、ご案内を受け付けているので、いつでもお気軽にどうぞ。あの一応ね Amazon とかでも売ってるんだけど、あのまがいものでしたっていう報告がすごく相次いでいて、やっぱ海外ではこれ漢方と同じような感じで薬の立場で使われるので、お薬ってネットとかでなかなか買わないじゃないですか。まあ、今もねオンライン処方とかあるけど、ちゃんと処方されたところで買うじゃないですか。なのでちゃんとメーカーさんから買わないとちょっと保証ができないので、あの気になる方は別にそんなね、あのレモンだったら1800円ぐらいみたいな感じなので、お気軽にメッセージください。ということで今回は私が、外食をよくする時だったりとか、こう外で、滞在する時にやっていることをお伝えしてみました。やっぱね、食べ物の変化で体がしんどくなったり心がしんどくなったり、その後風邪ひきやすくなったりってするので、皆さんの何か体を整えるお手伝いになれたら嬉しいです。ではまたお会いしましょう。ではでは。